もう一本動画撮りたいと思います。4月になって、新入社員も入ってくるので、これは私が自分の襟を正したいなということで、自分も気をつける、それから新入社員にも言い聞かせるということでお話ししたいと思うんですけど、基本を大事にということですね。サービス業なんで、私がやってますのはサービス業なんで、その辺下手くそだなっていうスタッフがまだまだいます。お客さんが来てるのにその事務仕事の方に集中してたりとか、もう何よりもそのお客さんを優先させなきゃいけないんですよね。サービス業の時はもうその事務仕事の手を休めてでも、お客さんを中心に考える。それからなんかなんて言うんでしょうね、こうお客さんの荷物を入れていただくそのカゴとか、そういう椅子、自分が使う椅子とか足でやるスタッフいるんですけど、これ絶対ダメです。家で足使うんだったらまだいいんですけど、ちゃんと手を使って動かさないと絶対ダメです。これはサービス業なら当たり前です。その足でやるっていうのはもう自分一人で見えないところでやるんだったらまだしも、仕事だったら仕事モードにならないとダメです。あとはその土足と内履き、関係なく内履きのまま外を出るとか、あと、いろんなそうですね、ところ目につくんですよね。私自身もやってるかもしれないんですけど、いろんな癖で。ただそういうやっぱり公共の場に行ったら人の目があるので、その自分ちとは違うんだから、その辺を人の目を気にしていろいろ行動した方がいいと思います。そういうところですかね。いろんなその育ちというか出てしまいますので、なんとも言えないんですけど、直せるんだったら大人になっても直した方がいいと思いました。これを新入社員に向けて一つお願いしたいと思います。もちろんこれは自分でも襟を正すというか、私が気にしてるのは、例えばその靴を揃えるとか挨拶をするとか、身だしなみをするとか、本当に基本的なことを注意してます。足でやらないとかね、さっき言った、そんなの当たり前だよっていうことが自分でもできるようになりたいなと思いますし、なってもらいたいなということで、新入生に向けての言葉としたいと思います。